歯医者さんのつぶやき。小池病院歯科の小池です。さてお盆も明けて、通常の日常がまだ学生たちは夏休みっていう形でね、お休みを堪能してるんじゃないかと思いますが、まあこういったコロナの状況の中、さあ夏休みだ、あっちに行こうこっちに行こうみたいなことがねなかなかできないんじゃないかと。それこそ福山なんて、隣接してますんでね、岡山県と。そうするとちょっと自転車こいで県境県越えますっていう形になるんで、県を越えた移動は控えましょうなんてなるとね、これもちょっとした冒険にも行けないぐらいな感じになっちゃうしね。まあなかなか夏休みの過ごし方っていうのも難しいのかなっていうふうに思ったりもしますが、それでもこうお盆が明けてって、社会人の人たちは、仕事がね通常に戻り、そうすると動く範囲とかね、まあこのお盆のね規制とかそういったものの中で、またどのぐらいの影響が出てくるかっていうのも心に置きつつ、今こう動きすぎちゃうとね、この後またそういったものが出るかもしれないんで気をつけてね、盆が明けたからこそ気をつけるようにしといた方がいいのかななんて、個人的には思ってます。夏暑い盛りっていうのもあって、こういったスタミナをつけるっていうのも大事になってくるんですが、体を動かすっていうのもやっぱり大事だと思います。夏バテとかいうのに対してね、体もしっかりね鍛えておく、何かしらのね運動がっていうのことできるとねやっぱりいいと思うんですよね。本当は僕もねジムとか行ってねちょっと泳ぎたいなとかも思ったりするんですが、ちょっとね最近はね、だからこう走る人歩く人、あと自転車関係ですかね、こうあちこちね日本全国なんか増えてるような感じの話も聞きますんでね、まあどうにかねこういった中でも体を動かすことを忘れないようにしとかないと、弱るのも早くなってしまうんで、汗をね流すこと、こういう暑い時にエアコンの中に入ってしまうっていうんではなく、体のそのこう正しい機能がちゃんと使われていくことによってそこが退化しない、そういった部分もあるんで、まあ、ぜひねこう運動とかねそういったものも大事にしていければと思うんです。まあそういった運動とかを大事にしようっていう時には、はい僕また言います、噛み合わせっていうね、これやっぱ大事になるんでね、まあ極端な話ですよ、歯がガンガンに痛い状態でね、じゃあスポーツしなさい言われて集中してできますかって言ったら無理でしょ。で例えばこう重いね、例えばね重いバーベルね、ウェイトリフティングするような形の重いやつね、何十キロもあるようなやつ、ああいうのを持ち上げようとしたらみんな歯食いしばりますよね。歯、口を開けた状態、歯と歯が噛み合ってない状態で全力でこう全開で重いもの持ち上げてください、でも口は開けといてねって言われたら、いやいや無理でしょって思いますよね。噛めてるっていうことは、力を発揮する際にとても大事っていう形、運動と噛み合わせ、これは非常に大事な関係になってます。なので、またねこういったことについてもね、今まで何回も喋ってるんで興味のある人は過去の部分をね、レディオビンゴの方でも、過去の放送っていうのは YouTube に、上げられてるという形になってますので、ぜひね興味を持った人は、僕のね、こういった雑談がいっぱいある中からうまいことこの噛み合わせについての回をね引っ張り出して聞くことができれば、なるほどスポーツと噛み合わせこんなに関連があるんだなっていうことが分かってくると思いますので、興味がある人は過去の、放送分を YouTube で探ってみてください。まあそうじゃなくてもまたこうやってねラジオを聞いててくれれば、またそのうちその話もすると思うんで、これを機に僕の話を毎週聞いてくれてもいいですよ。今日はこの辺で失礼します。